上信越高原国立公園、滋賀高原、丸池観光ホテル。丸池観光ホテルは、長野県下高井郡山の内町の滋賀高原にあった観光ホテル。長野電鉄が運営していた。通称は、丸館。60年近い歴史があったが、2010年に閉館した。大正時代から、長野電鉄が進めてきた滋賀高原開発の中で、 丸池にもスキーコースが開かれ、宿泊施設の整備が進められた。終戦後、新中軍の接収解除とともに開設された、日本初のリフト付けスキー場、長野電鉄丸池スキー場の宿泊施設として開かれたのが、丸池スキーハウスである。周辺でも有数規模のホテルとして、スキー大会にあたって、皇族の宿泊や、長野オリンピック期間中の選手宿泊所としての、 役割を担い、長年にわたり、滋賀高原の拠点ホテルとして親しまれてきた。しかしながら、バブル崩壊とスキーブームの終焉により次第に経営が悪化。2004年9月に、長野電鉄から新設市街社に移管された上で、2010年5月末に58年の歴史に幕を下ろした。長野電鉄は、この以前から、滋賀高原、奥滋賀高原に持つ、 施設の譲渡・売却を進めており、丸池観光ホテルの閉鎖によって、自らが切り開いた志賀高原の観光事業から撤退することとなった。長野電鉄ホテルチェーン、ありがとうございます。